今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。普通電車の熊取行きです。終点熊取まで各駅に停まります。車掌は吉野部です。終点熊取までご案内いたします。次は美少園です。お出口は左側です。車内での携帯電話の募集についてお願いいたします。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また寄せた席付近では混雑時には携帯電話の電源をおつけください。皆様のご協力をお願いいたします。
次は南田辺、南田辺です。お出口は左側です。お客様に女性専用車についてお知らせいたします。この電車の前から3両目、女性専用車のご案内表示のある車両は女性専用車です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。南田辺です。お出口は左側です。鶴岡です。お出口は右側です。快速電車の通過待ちをいたします。3分ほど止まります。鶴岡です。お出口は右側です。快速電車の通過待ちをいたします。3分ほど止まります。いたしました。次は長井です。お出口は左側です。長井です。お出口は左側です。地下鉄線は乗り換えです。
から通熊取行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。阿弥陀町、阿弥陀町です。お出口は左側です。阿弥陀町です。お出口は左側です。次は杉本町です。お出口は右側です。特急電車と快速電車の通過待ちをいたします。5分ほど止まります。杉本町です。お出口は右側です。特急電車と快速電車の通過待ちをいたします。5分ほど止まります。杉本町です。この電車は17時46分発、普通電車の熊取行きです。特急電車と快速電車の通過待ちです。島でしばらくお待ちください。
お待たせいたしました。次は朝霞です。お出口は左側です。朝霞です。お出口は左側です。降りの際足元にご注意ください。次は堺市高石です。お出口は左側です。大鳥には後から参ります。各機種時快速関西空港の最寄り駅が先に着きます。各機種時快速は途中泉府中で普通ひねの駅と連絡いたします。堺市です。お出口は左側です。大鳥には後から参ります。各機種時快速関西空港の最寄り駅が先に着きます。ご利用のお客様は着きましょう。同じホームでしばらくお待ちください。ドアから手を離してお待ちください。